そう、先輩に隠してたんけど、うん、でもタトゥー入れて見えとるわ。というわけで、うん、パテヤに来たから、うん、タトゥーちょっと持っちゃおう。オッケーオッケ全部小さいやないか、お前。全部小さいやないか。1000バーツぐらいまでに収めたいな。予算は？え、今聞いてる。うん。今考えてくれてますわ。なるほど。おいくらなんですか。こっちの希望価格は？そうやな。俺的には2つで1500バーツぐらいまで。お、1500も皆さん奮発したの。かなと思ってる。左、右肘、左肘的な。違う違う違う。荒川アンダーザブリッジって見たことない。あー、あるよ、見たことは。ドラマはね、山田君が見てる。もし、あいつがなんか、お前と同じ一緒やんやん、バッて。それが悪いやろ。いや、絶対タイしないんやん、それ。なんで、This word, huh? チャイ。なんで日本のローカル番組のネタ持ってきたの。いや、違う。絶対左肘、右肘。そっちの方がしない。わかんない。2700。こう足元移していいよね。繊細。2枚刃。これはね、タトゥーパテやで。これね、タトゥー入れた時にこっち入れた時にカミソリでここギュインっていかれた。俺も今、むしろいかれてしまいだ。俺は今まで一番綺麗だから。俺はいかれてしまいだ。ちょっと怖いね、カミソリがそんな綺麗にやんって。なんかタイガーバームみたいな、めっちゃ塗られた。タイガーバームじゃない、タイガーバームじゃない、えらいことだ。ワセリン塗ったのはワセリン。ほんまら、めっちゃ怖かった。痛くはなかった、怖かった。めっちゃ消毒されてるね。そう、こういうのと重要やな、やっぱり消毒って大事やん。何するにも人生が見て、なんかまあ俺がやられた日本人汚い的なあれなんかなって思うんです。あ、なんか塗ってるわ。なんかすごいオイリーなもの塗ってる。なんなんやろ。これもなんなんだ。うん。眉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 。あ、ステッカーを。
こんな感じなんや。ああなるほどね。いやまだまだまだ今。ああ今、うん、ちょっと OK。 いやサボテンダーが。じゃあなぜ入れるのよ。ほんまにな、なんで入れるのよな。そこにタトゥーがあるから。いや、ないのを作るから入れんねんけどな。そこにタトゥーがあるから。覚悟はできた。覚悟できましたよ。だからちょっともうケツの方ばっかり取るから、なんか言い残すことは。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと足元にフェイス。俺見たのに負けねえよ。負けないで。負けた。ないこ、あーまあないけど。ニューワン、ニュー、あ、オッケー。ニューワン。ニュー、ニュー、ニード。あ、ニュー、ニード。オッケー。オッケーか。これ一番重要や。Tattoo. Main tattoo. Oh. Outside, yeah. Okay. This phone number. And this one line ID. ID. Yes, just this one. Facebook. Facebook. Oh. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you, guys. ขอบคุณครับ ครับ Okay. Tattoo. Okay. Thank you. Oh. Main tattoo Pattaya.これマジ。おー、オッケー、オッケー。ナイス。ナイス。バイバイな。はい。はい。まっちゃんどうやった？メインタトゥーやな。ああ、メインタトゥーな。だから今まで多分何回かパタヤでタトゥー入れてきてんねんけど。一番良かったかもしれない。それは技術的に、うん、なんか痛くないね。あお腹はちょっと痛かったから痛くないね。俺もパタヤで、まあ、もうな、いじびってタトゥー入れてしまったけれども、うん、もし、まあ、パタヤ来て、うん、タトゥー入れたいな、入れようかなって思ってる人がおれば、ぜひメーインクタトゥー、そう、アートストリートね。アートストリート、あ、パタヤ、パタヤ、うん、にありますんで、はい、興味のある方は行ってみてもいいんじゃないですかね。はい、あの、まあ、タトゥー自体をおすすめするのかしないのかっていうのは、まあ、いろいろ意見あると思うんですけど、まあ、それはな、個人の自由ということで好きでやればいいんじゃないかな。はいと思います。じゃあ今回のタトゥー動画は以上で、うん、ちょっとお腹減ったから、うん、ご飯食べに行きます。うん、なんかその喋りがどっかで見たな。それじゃあ。うん。